第四不評師団はアメリカ陸軍の師団の一つ。第四不評師団は第一次世界大戦初期に編成されて以来第二次世界大戦、ベトナム戦争、イラク戦争に参加した歴戦の師団である。現在は3個重旅団戦闘団と1個不評旅団戦闘団から編成されて先進的な C4I システムと強力な火力を備えた機候師団となっており、 アメリカ陸軍の主力打撃部隊である第三軍団の一翼を担っている。第四不評師団は1917年12月10日ノースカロライナ州キャンプグリーンにおいて結成された。これは4月6日にアメリカが第一次世界大戦に参加したことに伴う急速な軍の拡充に伴って行われたものであった。師団は第一軍の指揮下にベルダン南方に移動し、 第5軍団に配属されて、1918年9月12日より、サン・イコールミエルの戦いに参加した。これに続き、9月26日より、師団は、第一次大戦で最後の大規模戦闘である、ムーズアルゴンヌ構成に参加した。師団は、第3軍団に配属外されており、その左翼を構成していた。ムーズアルゴンヌ構成において、第4師団を含む、 大部分のアメリカ軍は戦術目標を達成したものの第4師団の左翼に連携していた第79師団がモンホルコンにおいて地帯されたことにより作戦目標の達成には至らなかった11月11日休戦が布告された師団が第一次大戦において被った損害は戦死に611名戦勝級8 9 5名であった師団は その後、ドイツにおいて、占領業務に従事した後、7月より撤収を開始し、31日までに全部隊がアメリカに帰国した。その後、陸軍の縮小に伴い、1921年9月21日、師団は編成解除された。ユタビーチで堤防を乗り越える第8不評連隊の兵士、1940年6月1日、師団は復帰編成され、 8月1日、自動車化士団として再編成された。師団は第2機構師団と共に第1機構軍団の霊下に入り、1944年初頭、イギリスに移動した。6月6日、師団はノルマンディ上陸作戦に参加し、オマール・ブラッドレー将軍指揮の第1軍の一部として、師団長、コリンズ将軍の指揮下にユタビーちに上陸した。 この上陸そのものは200名の損害を出したのみで、成功が事前に行われた旅行演習の際に S ボートの攻撃で749名が死亡しているほか、第4不評師団と連携して空挺作戦を展開した第82空挺師団及び第101空挺師団はかなり大きな損害を受けており、総合的に見れば必ずしも出血が少なかったわけではなかった。 なお、後に、朝鮮戦争で活躍する、ジェームズ・バンフリートは、この際、第8不評連隊長を務めていたほか、第12連隊には、後に、小説家として有名になる、J.D. サリンジャーが、一兵卒として従軍していた。6月25日、師団は、シェルブールを制圧した後、8月下旬には、パリの解放を援護した。この際、第22不評連隊には、 著名な文豪であるアーネスト・ヘミングウェイが随行していた。その後、シダンはベルギー方向に向けて前進し、ジークフリート戦に対する攻撃に参加した。これはヒュルトゲンの森の戦いとして知られるものであり、第二次世界大戦中、ドイツ国内で最も長い戦いであった。シダンは1945年7月にアメリカ本土に帰還した。終戦に伴い、 1946年3月5日に編成解除されたが、1947年7月15日に復帰編成された。1951年5月、師団は北大西洋条約機構部隊に参加する最初のアメリカ陸軍4個師団の一つとしてドイツに派遣され、フランクフルト市に司令部を置いた。5年間ドイツに駐留した後、1956年5月に、 ポートルイスに帰還した。1966年9月25日、師団はベトナム共和国プレークショーに展開した。ニコ旅団は第2軍団戦区である中央高地で活動したが、第3旅団及び気候大隊のみはサイゴン北西の大人賞に移動して、第3旅団は1970年4月に、師団の残余は12月にベトナムより撤退した。 ただし、一個大隊のみは1972年1月までベトナムでの作戦を継続した。食料を配布する第一旅団戦闘団特別任務大隊の兵士、イラク戦争において、師団は当初トルコに配備されて第173空挺旅団の右翼に連携して、イラク北部を攻撃し、最終的にはクウェートから北上する第三不評師団にこうして、 バグダッドを攻撃する計画だった。士団はこの時、FBGB2 をはじめとする先進的な C4、i システムを他に先んじて配備されており、世界最強のハイテク部隊として懸念された。しかし、トルコの反発によって、この計画は放棄され、結局、第三不評師団とともに、クウェートから北上することとなった。この計画変更により、師団は、 3月20日の地上部隊による進行開始までに配置転換を完了できず、4月12日、ゴロより、イラク領内に侵入、モスルからティクリートに向けて前進する部隊に追随した。その後、イラク占領部隊の一翼をなし、12月14日には、ダウル村において、サッタームフセインを拘束した。2004年春、師団は、第一不評師団と交代して帰国した。 この期間中、師団は81名の戦死者を出した。2005年秋、師団は2度目のイラク派遣を経験することとなった。2006年1月7日、師団はイラク中、南部において、バグダード県、カルバラー県、ナジャフ県、バービル県の治安維持を委任された。師団は2007年まで任務を継続し、この間に戦死229名の損害を被った。 第四不評手団の組織図、ありがとうございます。